はい、こんにちは。こんにちは。VCTO。え？え？挨拶でしょ。え？え？どうぞ、はい。こんにちは。こんにちは。テータディビジョン。XQQ です。クロです。ボルズです。はい、本日は VCT2022 年度。VCT 開幕を待ちきれないバロラントキッズの皆さんに国内チームの注目株というか、メンバー紹介をしてあげたいなと思っております。はい、まあ、これを見てね、予習をして本番に備えてください。じゃあまずは、うち。はい、ゼータディビジョン、ラズ・クロー・デップ・シュガー・ゼロ・テン。注目選手はやっぱり、まあ、彼じゃないですか？あ、彼ですか？彼じゃないですか、やっぱり。まあ、年間を通して注目選手だと思うのでね、はい。髪は多いな。髪は多いっすね。まあ、注目すべき点でいうと、まあ、ラズだけじゃないんですけど、なんか、まあ、結構みんな、まあ、シュガー以外は何やっても何やってもっていうか何でも使うイメージあると思うんで、まあ誰がどのロールやるかっていうのは楽しみなんで。あ、じゃあシュガーゼロさんはちょっとシュガーゼロはフレキシビリティが足りないってことですね。いや違います、違います。あの特化タイプなんで、絶対に必要な特化タイプなんで、アストラしかできない。いやいや、そういう意味では ないんですけど。なるほど。この前、ね、ブートキャンプするみたいな話の時もね、マウス持ってった方がいいのとかぶっ飛んだ質問されたからね。うん、オフィスのやつ使おうと、だいぶやばいんじゃないかなって、ね、ちょっと変わってるけど、はい、次いきますか。はい、次いきます。はい、はい、クレイジーラクーン、はい、スアステル、ポポガチ、メイ、マンチキ。どうですか、注目選手いますか？まあ、アステルのオーダーで動くキルマシーン、マンチキンじゃないですか、やっぱり。うん、まあ、前回と違って自分主体じゃないってのがもうヤバすぎの大きなんですよね、うん、マンチキン。人よけ動物だもんね。いや、まあ、まあそうっすね、確かに。うん、このポポガチさんはどうですか？いや、うまいっすよ。まあ、彼なんかプロ競技勢の中ではすごく期待されてますけど。うん、めっちゃ強いと思う。お、あとはメイのジェットですかね。まあ、自分で言ってたんですけど、うん、ソルダム以外にジェット譲る気はないらしいんで、もう入るときに、NTH に入るときにこの話をしたんですけど、はいはいはい、なんでまあ、日本で一番うまい。なるほど。です。はい。じゃあ、日本で一番ジェットがうまい人と、はい、まあ、IGL がうまい人と、はい、戦車と、はい、まあ、フレキシビリティ、はい、両サポート。この人。この人はドラゴンの人です。なるほどね。もうなんか最近ネタにしか見えなくなってきた、もうデスさんの存在が配信のせいで。クレスゲーミング、ネルヒー、空海、ジェムキン、ショーターっていいんだよねこれ。うん、多分ショーター、アルファ、サムライド。多分この中だったら一番コミュニティからの注目が、まあ、サムディに当てられてるんじゃないかなって思うんですけど、まあ、チームとして大会に多分出てないよね、うん、まだ形として出てないね。そうだけど、まあランクとかよく当たるプレイヤーで、うん、強いなと思うのは翔太さんとアルファさんは結構強いなと思うんで、うん、なるほど。どういう感じでチームで出てくるのか楽しみです。はい、そうだね。じゃあランクマ結構名高い人間がいて、まあ、サムディ・ネルフィーもね、おぼうちからだいぶ長い知り合いではあると思うので、それぞれそこら辺のシナジーとかも期待しつつ、はい、楽しみですね。はい、はい、次いきます。クリスギミでした。 BLG、はい、メロフォビア、セス、マチャオ、サジェスト、キラー、 HSK、 この6人ですね。僕的な注目はまあやっぱりこの方ですね、メロフォビアさん。なるほど。彼の日本語を教える能力が高いと聞いててまあこのサジェスさんに数多くの日本語を教えてるっていうのを耳にしてるんですけど、うん、ランクまでよく遭遇されてますね。うん、でも注目してる選手はサジェスト、ね、やっぱ、うんうん、やっぱ元ヌタンでめっちゃ強い打ち合い、まあ韓国人プレイヤーの中でも本当にトップだよね、かなり。ガチで強い。ありますか、ボルさん。僕はまあキザルさん、サジェストと
あとキラーさんかな、はいはいはい、まあキザルさんの方はまあ別にもう言わずもがなって感じで、うん、まあ、世界3位も取ってるし、はい、キラーさんの方はなんか当時フィーリングだったかな、うん、いた時にまあその頃からアストラコントローラーやってたんですけど、まあ、自分的にはシュガーゼロが一番うまいと思ってたんで、シュガーゼロの次にうまいなみたいな感じだと思ってたんで、抜けた時はびっくりしたんですけど、うん、まあこうやってまた競技やって、うん、サジェストとかいう強い人間がいるチームでやるコントローラーとして、うん、ちょっとまた見てみたいなって。結構いいとこ取ったよねと思う、うん、俺もキラーさん強いと思う、うん、わかります。デトネイタースカイフル、毎回思うときこれってなんて呼んだらいいの、ん天蔵でいいの、天蔵さん、なんか毎回天王図って呼んじゃうの。天王図とはならんやろ。わかんない、俺もなぜかわかんない、はい、スカイフル、天蔵さん、シャオさん、フィフティキルギレルさん、うん、まあフル君、まあ、スカイフルとはかなり長い知り合いというか面識がずっとあるので、おぼうちから、まあ、彼のエイムめちゃくちゃいい。あ、僕は、まあ、シャオさんかな。ランキング1位とかなってなかったっけ、一回。あ、なってた時もある、うん、めちゃくちゃランク回してて。そう、僕もでもスカイフルさんかな、うん、なんならその当時チームを作る時に誘おうとまでしてました、正直。お、まあちょっと、まあ、うまくはいかなかったんですけど、うん、やっぱかあの人はなんていうんですか、そのクリエイティブさっていうかアドリブ力っていうんですか、うん、まあ、ジャッジで有名だったのかな、ちょっと昔のシーンでは柔軟に対応できるタイプだと思うんで、そういうところもあが評価高いです、俺的には。なるほど、はい、サブゲーム、サブゲーミング来ましたね。変更後ですね、これはもう、はい、バズ、ログ、これってなんていうの、全譜です、全譜。まあこれは出戻りですね、CR からヒスカミンティは。まあ、やっぱ思うのはヒスカミンティがやっぱどっちが何をやるのかっていうのはすごく気になる。あ、ジェットね、そう、前のファブもそうだったけど、そこがどっちのジェットがあってどっちがレーナやるかっていうのはもうずっと2人で動く以上は永久に疑問に残るから。確かに、ここが実際VCT でどうなってるかがすごい気になるね。あとバズさんね、俺結構強いなと思うんで、うん、注目してます。バズさんって何やってる普段？まあ、結構何でもやってるイメージあるんだけど、この中だったらスモークやるんじゃないかなって思ってる、うんうん、キックプールの広さ、なんか結構器用なイメージあります。だから確かに黒さんがさっき何使うのかなって話してたと思うんですけど、そこも結構気になってますね。なるほど、まあ、バランスはいいですね、やっぱり、うん、ちょうどいい感じのチームだね、うん、はい、テンネル、青いね、青いですね。クルーズ、ジンクス、天才ミッチ、テリアリー、去年の VCT からほぼメンバーが変わってない、まあ、なんかそこら辺の強み見せてくれたら面白いなとは思う。そう、個人的にクルーズ君がめちゃくちゃ俺は楽しみかなとは思う。クルズさんとデリアルさん、うん、まあ、一応この2人どっちもあの前のチームに誘ってはいたんですけど、クルズさんはやっぱ対面強いし、うん、なんか結構頭の良さっていうかこう器用なタイプだと思うんで、うん、アドリブも効くみたいな、正直フェンネルの中だったら僕の中だったら一番評価高いですね。でデリアルさんはなんかフェンネルではちょっとあんま使ってないんですけど、なんかめちゃくちゃ相場うまいイメージあって強い相場って感じだったんですけど、ね、やっぱフィジカルも強いし、それを生かして他のキャラ今やってると思うんですけど、やっぱりそういうところかなって感じです、うん、この2人です。まあ、フェンネルはね、多分ビッチ君がいつラインを超えてくれるかっていうのをね、僕はずっと期待してますね面白いからね、うん、毎回ちょっとこれはいったかっていう期待がね最近はね、めちゃくちゃあるよねエクサードですね。エクサードまだちょっと4人なんですけど、4人ですね、まあ、なんか1人ぐらいここにねなんかタグがついてる人がいてもおかしくないかなと思うんですけど、まあ、これが出る頃にはまあ多分出てると思うんですけど、発表されると思うんで、まあもう一応ここに雷さんがね多分、はい、多分、はい、多分出る頃にはいるでしょう。
もう一人いないですか。トラネコさんがいい。トラネコさん。トラネコさんつけてる。つけてたっすね。つけてました。じゃあ、トラネコさんはまあ、そのまま、いるかな。勝手に名乗ってて。いるかな。うん、じゃあ、桜井、グロフェルド、トラネコ、カイナリ、フラックス、アクイラ。なんか俺がチームとして受ける印象は、まあ、桜井さんのジェットが、まあ、そのままキープするとして、他がどれだけサポートしてあげるかめちゃくちゃ大事なのかなってのは思う、うん、実際桜井さんのジェット日本人の中でもかなりうまい部類だと思うから、まあ、カイナさんはおもろいし、もうおもろい関係ないか、リジェクトのにいた時に、うん、あのね、亀井さんのね、センチネルはね、もうなんかセンチネルなのにとんでもない攻撃型でかなり嫌だったんですよね、俺、はいはい、内縁も強いしかなり嫌な印象があって、上手い意味で、この中だと、まあ、役割的に、まあ、何になるか分かんないですけど、うん、そうね、センチネルかコントローラーか、まあ、分かんないけど、うん、まあ、そういうのでまたアグレッシブなプレーが見れたら面白いなと思います。はい、イグジスト、お、来たですよね、はい、イグジスト、ポエム、オイタン、リパブロ、ペッパー、アスク、ラキア、この5人で行くんかなと思ってるときに、ね、そう急遽爆弾投下されたね。急にラキア来たんで、僕はもう本当にペッパーとは昔からの仲なので、うん、まあ、ペッパージェットがどれだけタンクできるかっていうのがすごい気になるのと、まあラキアだよね、もともと本当にターンにいたときめちゃくちゃ強かったから、まあ、僕もやっぱりこのラキアとオイタンの双子コンビが気になりますね、まあ、あとポエムも結構ランク回してて気合入ってるんで、うん、何使ってくるか、まあ、こいつも結構フレックス、うん、そうね、何でも使うんで、もうここまで来たらね、オイタン様を丸眼鏡にしてほしいよね、ペッパー様借りてさ、うん、あ、ありだね。ライバルになれるといいですね。すっごい上からですね。まあ GO はなんか要はライバル関係というか、ああ、そういうことね、1位2位をずっと争ってたみたいなので、めっちゃ強いと思うんだよな普通に、うん、ジェダイト、ジェダイト、ヘイト、アロー、アンカー、シルフィ、マサムネさん、アローちゃんと強いんだよな、アロー強い、ヤバい系、もう野生的なジェットじゃなくてちゃんとした強さ、うん、マクロだったりとかチーム的にやらなきゃいけないことをしっかりやれるジェットとして、まあ、めちゃくちゃ強い、アロー、ヘイトで、サポート日本人、なんかこの構図というか、なんかここは本当うまくはまった時にめちゃくちゃ強いんじゃないかっていう、アローにいかにキルを集められるかっていうチームなんじゃないかなっていう、サポートが頑張って、なるほどね、わかんない、完全なイメージです、ジェット対策しなきゃ。もうそのまず気になるのが 2KR なんですけど、多分おそらくどちらも喋れない、日本語喋れないんで、うん、どういうそのキャラ構成にするんだろう、アローがジェットなのは多分まあほぼ確定だと思うんですけど、アロージェットのヘイトはなんかブリーチとか使ってるイメージもあるし、センチ使ってるイメージもあるんですけど、うん、普通にジェットスカイとかジェットブリーチとかみたいな近い位置だったら、まあ何ですか、こうチーム的には問題ないと思うんですけど、例えばそのエイトとかがセンチとか相場とかやり始めたらちょっと離れるんで、言語的には難しいのかななんて、確かに 2KR を経験してる身としてはそこが心配かなってところですね、コミュニケーション的なの、はい、コミュニケーションがやっぱ一番大事なんで、でもそれを抜きにしたら確かにバランスがいいし、手厚いサポートも受けれるんだったら脅威ですね、確かに、はい、イグナイト、イグナイト、エコ、オクシンナイン、ディモルト、スピアマーズ、クローズ、クロ、クローズデート、ディモルトさん注目、僕一番最初にジェクトいてやってた時のプレーがめちゃくちゃなんか上手いなっていう印象あるんで、かわいいね、気になりますね、こけちゃうから、おそらくね、はい、あれ結構好き、本当好き、プレイがね結構うまい系というか、うん、なんかめっちゃうまいじゃんって思ってたけど、まあ、なんか最終的にジェクトから離れて、まあ、ちょっと競技シーンから離れたのかな、うん、今回復帰してこういうチームで見れるってことで僕は期待してます。僕はエコかな、
まあ、エッコアと TNL、うん、全チーム TNL だったと思うんですけど、サポート系やってたイメージあって、うん、結構器用にうまかったイメージあるんで、エッコーと、まあこれあの、言っていいと思うんですけど、なんかエッコーはあの、名前を漢字で書くと、あの、炎王竜って言って、テオテスカトルになるらしいです。かっこいいっすよね、炎王竜なんですよね。要は、韓国ネームを漢字に書くと、炎王竜ってなる。めっちゃかっこいいやん。めっちゃかっこいいっすね。テオテスカトルなんですよね、エコは。やばいな。エコは強いです。はい。飛ばせんの。はい。見慣れた顔がありますね。リジェクト、はい。はい。レイタ、ハレ、フィーズ、ゼファー、タケジェ、メデューサ。はい。僕の注目選手ですか。はい。この髪の毛チリチリの焼きそば乗ってそうな髪型の彼と、こっちのゴールデンヘアの彼ですかね。なんかどっちもすごいフィジカル高そうで、リアルもインゲームもちょっと怖いなって思ってるんですけど、なんか結構なんかおらついたチームになりましたね。オフライン強そうですね。オフライン強そう。もう誰が何を使うか、ね、そう、マジで分かんないんですよね、これ。だって多分全員デュエリスト使えるし、ジェットジェットジェットレイナレイナでしょ、うん、もう一人だけ B3 コントローラー、うん、そうね、本当誰が何をやるか予想ができない、うん、はい、そう考えるとめちゃくちゃ豪華じゃない、確かに、うん、はい、ザ・フィジカル暴力です、はいはい、スカーズ、スカーズ、はい、シンダー、シオ、マリン、ヨタ、アンセム、シュッツ。なんだろう、個人的に一番大きなシュッツが入ったのが一番大きいかなって思うんだよね、うん、スカーズにとっては。日本語喋れるしね、うん、ここも結構何やるか分かんないんだよな。そう、俺もね、ここはね、印象がやっぱジェット、うん、ジェット、ジェットの印象があるんで、今までのプレイ歴を考えると、まあ、結構ロールカブリしてるのかなっていうのがあるから、確かに誰かしらがどっか譲らなきゃいけないところが出てくるよね、まあ、僕はね個人的にマリンさんの声が好きですね。やばすぎだろうね、うん、なんか喋り方もね、声もね渋いよね、渋い。あのバロラント面白くないのやつめっちゃ好きやつ、うん、たまにツイッターで流れてくるクリップ、ね、あれちょっとまたやってほしいわ、また。戦国ゲームですね。はい。これもアート。茨城忍者。ミサヤ、ギャンピン、コブラ、ティフィ。僕はやっぱりここかな。イバニン。イバニンの。みんなの忍者ですね。アートって呼んだらいいのかイバニンって呼んだらいいのか、はい、ちょっとどっちかわかんないか、もうイバニンにしてほしいなと思うんですけど。はい、このゲームオーディン出されると結構だるいんだよな。うん、分かっててもだるい。分かっててもね、これ相手にオーディン戦一人いるって思ってても、なんか結構対応できないんだよね。なんかこれは本当にめちゃくちゃいいエッセンスになってると思ってるから、ね、もっとなんかそこがさらに進化されてるだろうし。まあ、僕はギャンピンかな、うん。まあ、ジェットめっちゃうまいし、最近だとランクめちゃめちゃネオン使ってて、うん、もしかしたらネオン見れるんじゃないかな。ネオンか、うん、ネオンでオーディン持って走ってこないかな。それはないな。でも足速いオーディンもだるいな、うん、スライディングしながらオーディン打ってくる。思考攻撃ですね、はい、コクヤ、アウトマン、スーツ、セイラン、出たか。ここ一応話聞いてたら、まあそうですね、女の子が一人いるらしくて、はい、女性の方が国内シーンだと初なのかな。なんかね、そうだね、初ソロレディアントとか言ってる。で、あとはまあ話聞いた話で言うと、宇高さんはまあジュニアさんのコーチング動画で出演したことがあると。ジュニアの弟子、ジュニアの弟子がいるチームって思うとちょっとなんかあんまり大丈夫かなって。まあ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 、チーム内でなるほど人気かつ言ってる人間がいるって思うとちょっと怖いですね。なるほどね。来ました、エヴァイ、エロック、はい、エヴァに乗れ。エヴァイ、リコ、アーミーいいのかな、アーミーさんアーミーさんでいいのかな。マッシュ、エロック、リディ、はい、はい、マッシュさん、
まあ、CG やってる時から名前は知ってて、うん、バロイ殺してきたらも結構見てるので、まあ、どんなもんなのかなっていうのはちょっと期待してますね。はい、なるほど、どうぞどうぞ。じゃあまあ壮大な前振りをいただいたので触れますけども、そうですね、誰が何やるかはこのチームはちょっとわからないです、正直なんですけど、まあ、IGL は A6 さんがやるだろうなと、あ、まあ、間違いないかなと思うんで、まあ、A6 さんの、まあ、今まで、まあ、競技シーン長いこと離れてブランクあったと思うんですけど、うん、まあ、そこで貯めてた作戦とか知識とか、はいはいはい、まあ、どんな戦術で来るのか、どれぐらい仕上がってるのか、まあ、最近発表されたばっかなんですけど、まあ、でも一応なんか活動は長い間、うんうん、してたみたいで、そう、まあ ね、 そうですね、もう彼がいるので、まあ、注目されるチームにはなるんじゃないかなと、はい、試合を見るのがとても楽しみです、ね、でもマジ結構楽しみですけどね俺は、うん、はい、配信試合なってもおかしくない、絶対に。こんな感じで何かしらの参考にはなったとは思います、僕以外の意見で、はい、VCT2022 年度始まりは2月10、15、17、19の3日の予選から始まって、一応2月を通して本戦もやる予定なので、はい、ぜひ、まあ、楽しんでいただけたらと思います。実際どうか分かんないみたいなチームがたくさんあることってめちゃくちゃいいことだと思うから、うん、そう、なんか俺ら濁してるわけじゃなくて、本当になんかどうなるか分かんない、やってみなきゃ分かんないし、うん、なんかその試合を見てみなきゃどう成長してきたかっていうのが結構分かんないから、そう、日常的にスクリームしてるわけじゃないからレベル感全く分かんないんで、うん、そう、本当大会 見て分かるぐらいなんで、うん、はい、今年から初で、まあ、VCTJP でプレーする彼女人選手も多々いるし、今回が初めての公式戦とかの人もいるのかな、うん、いわゆる新人枠的なところの発掘とかにもなればよかったかなと思います。はい、じゃあ本戦の15日僕らが配信試合になるかどうか分かんないですけど、そこで会いましょう。それではさようなら。さようなら。